ちょっと話しとれちゃったけど、第3位は何でしょう。これはね、マジでね、周りの大人にすげえ怒られたわ。マジで怒られた。第3位、ブ、懺悔とつまち放送。これじゃあゆっくり話そうよ。知ってますか、僕が9月、あ、8月の初旬に、みんなの中でね、懺悔をしてくれっつって、とつまちしたわけよ。かわいいやつ来て、ちょっと放送がね、なんか、適当になんかごちゃごちゃして終わるかなと思ったら、マジでえぐいの来て、その放送見てないよっていう人、何そればっか見てんの。あ、見てない、見てない人いますか。懺悔とつまちってやったんですよ。どんなのが来たと思いますか。犯罪者、どんな犯罪が来たと思いますか。あー、そうなんですよ。そうなんですよ。ただの性犯罪じゃなくて、ちょっとね、えぐい性犯罪が来ちゃって、なんかね、その、ちょっと言いづらいんだけど、まあでも最悪ロフトに責任なすりつけりゃいいやと思って、ちょっとね、幼い子のちょっとお股を触っちゃいましたっていうのが来たんだよ。で、俺も32になるわけで、周りみんな子供とかでき始めてさ、そのうちの姉ちゃんも子供いるから、そのさ、どう、甥っ子とかにいたずらされてたら、俺殺しに行くのね、マジで。そいつらが来てさ、いや、加藤さん、実は僕、やっちゃいました、みたいな。それ聞かされてさ、どうしていいか分かんないじゃん。その後ね、その俺がね、ふざけて、お前、寺に行けっつったの。寺行ったら、なんか、全部ね、自分の行いを許してくれるんじゃない、ね、その、身を清めてこいっつったら、住職からめっちゃ連絡来て、もうぜひともあいつをうちの寺に預けてくださいって。一人二人じゃないからね、いろんな住職から連絡来て、マジで。しかも固定視聴者になってくれて、本当にすげえしょっちゅうメール来るの。彼の監視してて、そのさ性犯罪者が性犯罪者友達なわけじゃないからね、これ間違いないでね。俺は嫌いだからね、性犯罪者が大嫌いだから、優雅とか大嫌いだからね俺それでその性犯罪者をなんとか悔い改めさせてほしいと、私の手に預けてくださいと。で、ちょくちょく俺が企画放送とかすると、どうも幼女に手間の民でーすとか言って、全然反省せずにほんと送ってくるわけで、俺紹介したくないの、その友達だと思われてるけど。なんならそいつね、とつまちの時 LINE 使ったから、俺の LINE の本垢に送ってくるのね。加藤さん、今の放送すげえ面白かったっすよみたいな。絶対俺返してないんだけど、返してないんだけど、なんか友達みたいな感じですげえ送ってくるのね。くっちゃべ頑張ってくださいみたいな、おめえに言われたくねえよって感じで送ってくるんだけど、放送にもガンガン参加してきて、それでそのやっぱ反省してないから、もうぜひとも僕に預けてくださいよというね、そのアフターストーリーもあって、一回だから頭丸めさせて行かせたいなと思ってんだけど、あの替え玉受験したっていうの覚えてる？大学を替え玉受験で入りましたよっていう人もいたんだけど、そいつは頭丸めて本当にすいませんでしたって言ってメール送ってきてたわ。あ、今日来てる人、幼女に手間のためにいる人、あ、いない、よかった、替え玉受験の人、あ、いないんだ、さすがにシャバには出てこれないんだね、そうやってね。別に出てきたら晒し上げてやろうかなと思ったけど、さすがにいなかったみたいですね。これはでもね、すごくね、賛否両論ありましたよ。ものすごいクレーム来たわ。子供と一緒に、旦那と子供と一緒に楽しんで見てますよっていうやつが、もう今日でもううんこちゃん見ませんっていうそんなさ、子供と一緒に俺の放送見てるような気違いみたいな女にさ、何をガチャガチャ言われなきゃいけねえんだよって思いながらも、すいませんでしたって一応ね、謝罪をしておきます。そんな気分を害してしまいまして。これでもね、思い出には残ったわ。すごい、あんまりさ、頻繁にやってるとさ、そういう色ついちゃうじゃん。だからたまにこういう弾けた枠もやりたいなーなんてね、思ってますよ。